グナイゼナウの乗組員を救助するイン、フレキシブル・グナイゼナウは、ドイツ海軍の総甲巡洋艦、シャルンホルスト級の2番艦である。グナイゼナウは、ブレーメンで1904年12月に寄港し、1906年6月14日、浸水した。1908年3月6日竣工、東アジア巡洋艦船隊所属となった。第一次世界大戦開戦時、 姉妹艦シャルンホルストとともに、ポナペ島にあった。1914年8月12日にパガン島に移動、14日には、シャルンホルスト、ニュルンベルクとともにパガン島を出港して、南米へ向かった。途中ドレスデン、ライプツヒと合流し、11月1日、チリ、コロネル沖で、イギリスの巡洋艦グッドホープ、モンマス、グラス号からなる、イギリス艦隊と交戦。 グッドホープ、モンマスを撃沈した。チリで補給後大西洋に入り12月8日、フォークランド諸島攻撃に向かったが、巡洋戦艦インビンシブル、インフレキシブル等からなるイギリス艦隊との戦闘となりシャルンホルスト、ライプツヒ、ニュルンベルクは撃沈、そしてグナイゼナウも砲撃不能に陥った末に自沈した。 水温4度の海に放り出された副長以下、約200人が救助されたが、低体温症のため一部が死亡して187人が生還した。ありがとうございます。